はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。バリアンツ研究会へようこそ。会長の龍です。さあ本日なんですが、バリアンツっていうね、テーマ新パックで登場して、このテーママジで無限の可能性を秘めていてめちゃくちゃ面白いんですけど、このテーマ以前の動画でやった通り、テーマ内でデビルフランケンがサーチできるんですね。ムーブでギアギガントクロスっていう最強モンスターが作れますから、テーマ内の動きでで召喚剣を使わないから、まあ、そうサーチしてきたデビルフランケンを出すことができると。でデビルフランケンが出せるから、まあ、もちろん前回の動画のように制圧もできるんですけど、いやもう制圧するの甘いじゃないと思って、デビルフランケンが出るんだったら先行アンケルできるじゃないですか。だから今日はまるで将棋先行アンケルをしていこうと思ってまして、ちょっとね制約がね難しくて、バリアンツってペンデラム効果で全部自分たちがペンデラムスキルが前に出るっていう効果があるんだけど、その効果使っちゃうとエクストラデッキからの特殊召喚以外だともうバリアンツモンスターしか出せなくなっちゃうんですよ。特殊召喚できなくなっちゃうんですよ。例えばイゾルデとかした後にイゾルデリナルドデッキ出してくるとかできなくて、例えばね、まあそういうなんかそのメインデッキに入ってる特殊召喚モンスターは使っちゃいけないんですよ。だからそのいわゆるデビルフランケンワンキルでよく使われているこの、粘土増幅装置と、リプロドクスっていう構え、これを、まあ、いつもだったらこのイゾルデで粘土増幅装置持ってくんだけど、これちなみにサイキック族モンスターにしか装備できなくて、装備モンスターの、なんかその、払うライフがなくなるから、こいつをサイキック族にしてこれ装備すると無限に融合モンスター出せるっていうコンボなんですけど、これをするために、リナルドとか、出せないんですよね。だから、どうしたらいいかなと思ったんですけど、なんかよくよく考えたら、なんかぶっ壊れモンスターいまして、パワーツテルドラゴンっていうやつがいるんですよね。で、これ装備カードを3種類相手に見せて、3種類とか3枚相手に見せて、その中から1枚ランダムに加えるっていう効果なんですけど、これ3枚入れとけばいいじゃないですか。簡単すぎて、これなんかパワーツールは別に出せるんですよ。デビルフランケン経由して。で、パワーツールで粘土増幅装置してから、リプロドクスしたら、まあ、あんま変わんねえなっていう、いつもの展開と。なので、今回は、バリアンツの展開を利用したデビルフランケン先行ワンキルをしていこうと思います。はい。結構実用的なワンキルに、ね、なってるんでね、かなり成功率は高いです。はい、うん、このモンスター早く禁止にした方がいいんじゃないか。デュエルスタンバイ、シノノメちゃん出番だよ。よし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 、シノノメちゃんいいぞ。結局なんかまだねバリアンツってねソロアクティベートっていうねクソやばいカードがあって、それが来てないからまだまだ強くなる可能性は秘めてるんですよ。ちなみにこれダイナミストレックスとかいう意味不明なモンスターを除外すると何でも持ってこれますからね。これはい、何でも持ってこれるっていうね、これぶち壊れ効果押せねえこれ。 なんでこれバリアンツのバイカンと思ってきて、よし、そしてバリアンツのミコシュノノメを特殊召喚、ペンデラムスキルセッティングして特殊召喚。さあ、歩を進めるぜ。そして、シュノノメの効果に支援して、無限包容はやめてください。OK。耐えた。耐えた。で、これは、ナズキをセッティングして破壊すればいい。で、始まりの地を発動。始まりの地によって、デッキから、バリアンツフィールド魔法を持ってきながら、フィールドのペンデラムモンスターを破壊する。そして破壊した場合、チンポジチェンジを持ってくることができる。そしてチンポジチェンジを発動。チンポジチェンジの効果によりフィールドのモンスターの、位置を変更する。ポジションチェンジで、シノノメ効果発動。ポジションチェンジに成功した場合、デッキからバリアンツモンスターをサーチすることができる。これによってバリアンツの、武者北王子サツキを手札に加えていく。まあ、これ実質ね15100% デキとも言いますからね。はい、15100% デキとも呼んでいます。で、バリアンツのバイカントを特殊召喚し、フィールド魔法ケニヒビッセンを発動。さらに神羅万象も発動し、バリアンツの、バリアンツボルテージバイカントの効果、ナズキをペンデラムスキルにセッティングし、ペンデラムスキルじゃねえなこれ、魔法トラップゾーンにセッティングし、忍者ナズキを特殊召喚。はい、そして対で融合召喚バリアンツグランデューク、はい、そしてグランデュークとシノノメをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン現れろ、ヘビーメタルフォーゼエレクトラム、エレクトラムのリンク召喚成功時効果発動、ヒールドのカードを破壊し
エクストラデッキになんか何らかのカードを追加し、そしてヘビーメタルフォーゼエレクトラムの効果、危険に秘密線を破壊しながらナツキを手札に加えていく。そしてナツキをペンデラムスケールにセッティング。まだこいつのペンデラムスケールの効果を使っていないから前に出てくることができるぜ。ナツキを特殊召喚、そしてナツキの効果発動、フィールドのモンスターの位置を変更することができる。そして、変更されたバイカントの効果、エクストラデッキから何らかのバリアンツモンスターをペンデラムスケールにセッティングできる。さらにナズキとエレクトラムを使いリンク召喚、召喚条件はペンデラムモンスターを含むモンスターに対象現れろ、ビヨンドザペンデラム。そしてビヨンドザペンデラムの効果発動、ビヨンドザペンデラムの効果によりデッキからペンデラムモンスター1枚を手札に加えることができる。この効果の発動後ペンデラム召喚をしない限りモンスターの効果を発動することはできない。そして1から10のペンデラムスケールでペンデラム召喚、入れろ魂のペンデラム、天空にかけ光の枠、ペンデラム召喚、現れろ俺のモンスターたちを、ペンデラム召喚、バリアンツの忍者ナズキとバリアンツのミコシノノメ、そしてこれは効果としない、さらにバリアンツジェネシスグランディーグの効果、ナズキをの位置をメインボンサゾンから変更しナズキの効果発動、バリアンツバイカントを前に出す特殊召喚、そしてバイカントのバイカントでオーバーレイエクシーズ召喚、現れろギアギガントクロス、そしてギアギガントクロスのモンスター効果発動、オーバーレイミットを1つ使いデッキから機械族モンスターをレベル4以下のやつを手札に加えることができる。そしてデビルフィランケンを攻撃表示で召喚、デビルフィランケンの効果発動、テセウスの魔性物質を融合召喚そしてテセウスの魔性物と死ぬの目でシンクロ召喚、現れろパワーツルドラゴン、そしてパワーツルドラゴンの恐るべきモンスター効果発動、パワーツルの効果により装備カードを3種類相手に見せつけてその中から1枚手札に加える。さあ好きなやつ選べよ好きなカードを選べ、八百長サーチきたー。そして4体のモンスター、いや3体か、ギアギアンドクロスと、それからナズキと、ビヨンドザペンデラム、3体のモンスターでリンク召喚、現れろ照明の神宮アポロオーシャン、パンツ見ましたね。そして、2体の効果モンスターでリンク召喚、現れろリプロドックス、うわさあおなじみの流れ来ましたよ。さあリプロドックスの効果を発動、リプロドックスによって、リンク先のモンスターをサイキック族に変更、そして粘土増幅装置をサイキック族に装備、このカードが装備されたサイキック族モンスターは効果を発動する場合ライフポイントを払わなくていい。デビルフランケンの効果、デビルフランケンの効果により、リリカルスクニア、インディペンデントナイチンゲールを特殊化しうんこを投げつける効果、さらに、デビルフランケンの効果を発動しデッキから融合モンスターをライフコストなしで特殊召喚できる、実質魔導サイエンティスト実質魔導サイエンティスト、うわパティシエルクーベルとかいうモンスターはなんか新しく追加されてたんだ、新しく追加されたモンスターなんですけども、素材にしかなりません。さあ現れるハオケン流サブロム、さらにデビルフランケンの効果によって、デッキから、間もなく戻せるからね、これすごいでしょバリアンツデッキだからね。そしてデビルフランケンの効果を発動しバリアンツの衆魔物化を特殊召喚、よしこれで、リンク召喚をすれば準備は整う。インディペンデントナイチンゲールは墓地の送んないとな、あのクリスタルベルでコピーできないからな。あらあらら照明の神宮アポロウサパンチラ姉さん来てパンツ見えますよ完全に、いや完全にパンツ見えたな。そしてスターベルムの恐るべき効果、フィールド墓地のモンスターの効果をコピーすることができるインディペンデントナイチンゲールです。僕は僕の名前はインディペンデントナイチンゲールで、クリスタルベルも、私の名前はインディペンデントナイチンゲール。さあ終わりの時だ、巨大うんこを投げつける効果を2回発動、うおバリアンツ2バリアンツ最強。ハンドはまあ割と
割と。なんかね、荒いボケ、なんかね、貫通できることあるんですよ。展開力が結構すごいから。だからなんか誘発結構入ってないんですけど、このデッキ。あ、じゃ増殖する陣めちゃくちゃ重いけどね、ちなみに。手札誘発受けの話をすると、まあ、裏とかはね、裏とか無限報道とかエフェクトベイラーは、まあ、なんか展開力でなんかご利用せることはあるんですよ。だけど、増殖する陣はマジでやばい。引かれすぎるから、カードをね。まあ一応強引にね、展開していって、一応最終盤面まで行くしかないんだけど、増殖指示打たれても。打たれるとちょっときついかなっていうね、気がしますね。はい。ありえない量の展開するんでね。まあ、残念ながらね、そこだけが非常に、なんだ。あ、残念なところかなっていう。これなんかすげえな、このデッキ。イグナイトヒーローみたいな。なんか、結構よくわからんで来たぞ。ヒーローアライブからのイグライド展開してる。やばい。なんか宇宙が起きそう。バイオン効果、いいね。全然ヒーローいなくなったぞ。もうヒーローどこ行ったんだよ。岩石族モンスター、やばいモンスターさしてる。やばいモンスターさしてる。なんだこの謎展開。出た。ビヨンドザペンデラム。ビヨンドザペンデラム。来た。で、効果発動1200ライフからって。ペンデラム、モンスター持ってこれる。イグナイトユージー。なるほど。え、これあれか。あ、マスカレーナね。はい。マスカー、オッケー。マスカー、オッケーです。これはペンデラム召喚しないとね、効果無効になるんですけど、モンスター効果発動できないんですけど。わかったぞ、これ。そういうことだろ。きっしょ。必勝、必勝すぎワロタ。いや、これ岩戸で、これなんで戻んないかっていうと、ビヨンドザペンデラムのペンデラムスキル持ってきた後にペンデラム召喚しなければ、あれなんですよね、モンスター効果発動できないっていう制約だけ残るんで、岩戸がね、居座るっていう、岩戸居座りステージですかね、爆弾するんですけど、まあ、とりあえずちょっと一回スモールワールド発動するか。なんかね、押し込めればなんとかなるんで、多分。モンスターを、岩戸を押し込めれば多分なんとかなるんで。だから、これ、ちょっとね、頑張ればいけそうな気がする。ダイナミストレックス。そう、仕掛けてくるね。こういう輩にはね、分からしていきたいよね。うん。まず、バリアンツ、ケーニヒッピステンを発動して、で、シンダマンジを発動。で、メインモンスターゾーンの、前に出せばいいんで、ですね、バイカント召喚かな。これ多分バイカント召喚するでしょ。で、バリアンツワールドを K に響いての効果によって岩戸を押し込んで、よし岩戸もな、勝利できるんだよ、このデッキは。バカ誰が。おととい来やがれってんだよ。で、バリアンツの巫女、死ぬものの効果を発動。岩戸程度では止まりませんよ、私は。そして、バリアンツの巫女、死ぬものの効果。始まりの地を持ってくるぜ。そして、上級バリアンズをペンデラム戦にセッティングして始まりの地打つしかないか。あ、これ、あれだわ。バイカンの色も。これね、待って、こう押すでしょ。で、あとはアストラムの、効果をなんとかすればいいから、アストラムはね、効果の対象にならず、効果では破壊されず、打点が上がるっていうね、ダメ捨てに。まあ、そういう感じのモンスターになってて、今、マジで無敵なんですけど、あれをなんとかしょらないといけないから、とりあえず横移動するでしょ。で、バリアンツの巫女、シノノメの効果を発動して、シノノメ効果、これ、どれで突破したいのかな、これ。これね、一応ね、サロスエルスがね、入ってるタイプのね、バリアンツだったらいけんだけど、簡単に。ちょっと今回、ベビフラ型なんで、ちょっとエクストラデッキ足んなくて、サロス入ってないんですよね。ワンキルこと、ワンキルすることに命かけてるからさ。で、バイカント出すでしょ。で、宝条出すでしょ。ほんで、どうしたらいいんだこれ。これどうしたらいいんだこれ、俺。わかんねえ。マジで。いや、マジわかんねえ。ポジションチェンジだけちょっと一回申しよっか。でだ。まあ、エレクトラム行くしかないよね、多分これ。エレクトラム行くしかない。でエレクトラム、リンク召喚して、効果で、もうなんかもう雰囲気で回していくしかないな、これは。
もうなんか名付きがないから名付きをちょっと一回加えといて、でエレクトラム効果発動して、もう経営に響く必要はいらないか。分かったぞ。これでけえのをエクストラマスタードの下に置いて、やばいやばいやばい、残り60秒しかない。いやこれ時間待ち足りねえよ。相手のさ、その先行展開みたいなと返していくときにさ、時間足んなかったんだよね。で、まず、融合するでしょ？はい。融合して、で、これ、グランディークの打点上げよう。岩と戻して、特殊感成功時、相手のモンスターゾーンの、カードを後ろに下げて、これいらないもん。で、バコーンってなる。オッケー。でだ。あとは、こっから、アポルーサ使って、アポルーサで効果無効にして、アストラムの、効果って、あれ、アポローサでダメージ使えたっけ？ちょっと待って、プランは、やばいやばい、時間ない。マジやばい。マジでやばい、このデッキ。プラン的には、アポローサを作ってから、アポローサで頑張って、効果無効にして、で、このバリアンツで殴るっていう展開が一番いいかなと思ってんだけど、はい。で、ワンドロー OK。でだ。ちょっと待って、アポローサ作ろう。これと、あれ？あ、名称同じかこれ。ちょっと待って。名称同じはやばすぎる。名称同じはやばいから、ちょっと一回、ちょっと待って。やばい。待って、残り2秒 !1 秒待って、時間足んねえよ。いや、時間足んねえ、マジで、このデッキ。